銅アンモニアレイヨン基自動、アンモニアレイヨンは、再生繊維の一種。キュプラや銅シルクとも呼ばれる。急放湿性に優れ、一般的なレイヨンに比べ、耐久力や、耐摩耗性などに優れている一方、天然素材であるため、土に埋めると短期で、自然分解される。アサヒカ製が有する登録商標、ベンベルグと、通称される。1897年に、 ドイツの科学者、マックス・フレンメリーとヨハン・ウルバンが、白熱電球のフィラメント用として発明。二人は、ハイウスベルグ近郊に工場を建て本格的な生産に乗り出すが、本来のフィラメント用の用途としては、売れずに失敗。結局、特許は、ドイツの JP ・ベンベルク社が取得し、副次として、広く使われるようになった。日本では、 日本窒素肥料が、ベンベルク社と提携して1931年に、生産を開始。このため日本では、銅アンモニアレイヨンの呼び名として、ベンベルグが広く知れ渡ることになった。銅やアンモニアの処理に難点があり、各国は次々と製造から撤退したが、アサヒカは銅などの再利用技術を確立し、世界唯一のベンベルグ製造メーカーとなっている。 銅アンモニアレイオンの生産には銅アンモニア溶液を用いる。これは硫酸銅水溶液に水酸化ナトリウムを加えて沈殿させた水酸化銅にアンモニア水を加えて溶解させたものである。この溶液は銅アンモニア削退により濃い青色を呈しセルロースを溶解させることができる。セルロースを溶解させた銅アンモニア溶液を酸性の水中に押し出すと、 セルロースが再生し、繊維を生じる。核反応は次の通りである。セルロース源としては次のものが用いられる。通常は、コットンリンターが用いられる。コットンリンターとは、綿花の種子周辺に存在している、ごく短い繊維のことである。世界へ羽ばたくオンリーワン素材へと成長させた、たゆみない、進化の歴史朝日火星。 ベンベルグ、ベンベルグの世界ヒストリー2018年3月13日、閲覧。ありがとうございます。